それでは皆さんご起立ください。唱詠を賛美します。使徒信条を告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢り来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたま。俺は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。詩編の朗読をいたします。詩編23編。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。アメン。お願いします。それでは聖歌718番を賛美します。救い主の愛と流しませる血と、生ける限り我は重ね重ね歌わ、イエスは我の咎を洗い去りて、雪のごとく白くならせた、血潮こそは人を全く救い、いざの者の手より守る力なれや、イエスは我の咎を洗い去りて、雪のごとく白くならせた、この世ながら待つ喜びに見つめろ、やがてイエスを仰ぐその幸やいかなら、イエスは我の咎を洗い去りて、雪のごとく白くならせ、戦い終えて甘つ
先日ですね、ある、クリスチャンビジネスマンの話を聞いたんですけども、マレーシアのビジネスマンの方でした。で、その方がされてる、働きがですね、バイブル .is っていう、皆さんご存知ですかね、オーディオバイブル、バイブル .is っていうのがあるんですね。スマートフォンとかパソコンとかお使いの方でしたら bible.is で検索すればすぐに出てきます。で、オーディオですので耳で聞くことができる。で、日本語はですねちょっとね新訳しかちょっとないみたいですね。で、あと英語とかはもういろんな訳ありますよね。キングジェームズとかニューインターナショナルバージョンとかそういったものがだいたいアメリカンバイブルとかアメリカンバージョンとか、トゥデイズイングリッシュバージョンとか結構英語はたくさんあります。それから他の言語もかなりの数検索するのが大変なぐらいたくさんあります。で、日本語はねなぜか一番最後にあるんです。皆さん検索するとき困ると思うんで最初にお伝えしておきますけど、日本語はね一番最後にあるのでジャパニーズの J のところになくて日本語ってなんか漢字のところで分類されてるみたいで、日本語は最後になってました。で、その方ですね、50歳まで働いて、お金を稼いで、50歳からは、人のため神様のために使うというふうに若い頃から決めてたそう で今そのバイブル .is っていう働きを中心に働きながらいろんなビジネスしながらなんですけれども、働きをされてます。で、そのバイブル .is、先ほど言いましたけど、スマートフォンパソコンから簡単に入手することができます。またね、なぜオーディオバイブルかというと日本人にとっては、本例えばこの本読んでとパッと本を渡されたら日本語だったら誰でも読めますよね。識字率がもう 100% に近いので、これって日本の常識世界の非常識で常識じゃないんですよ。読めない人って結構いましてね、世界中には文字が読めない人がいるんですよね。ですから、聖書も聖書ってはいどうぞって配っても意味がないと、音でないと、言葉だったらその人の使ってる言葉だったら分かるけども本で渡しても意味がないんだと。だからオーディオバイブルを我々やってると。でね、先ほどスマートフォンで言いましたけどスマートフォン持ってない人たくさんいるんですよね。で、その人たちのために、SD カードに音声データを入れたなんかそれ専用の機械を作ってそれを配ってると。で、それがねそのなんかこれぐらいの大きさのものなんですけどラジオみたいなもんなんですよ。で、ラジオもないとこも結構あるそうで電柱売ってない地域っていうのもあるそうなんですよ。で、電線が来てないから電気がない。で、そういう地域のためにその機械は上にソーラーパワーのパネルがついてまして、あとそれでも足りないときはよく災害用ラジオに横にハンドルがついててこう手回しの充電する機能をそれもつけて、で、もうその SD カードの音声だけを聞くためだけの機械ですね、それを自分たちで作って配ってる、無料で配ってるそうです。で、そういう話を聞きました。皆さんどうですか、その人ね、その人だけじゃないんですけど、その方は
50歳までは稼いで、あとは他人のために使うんやと。で、一緒に行って話を聞いた人の中にですね、その話を聞いて、要はね、スマートフォン そのアプリケーションとかタダなんですよ。皆さんタダで入手することができます。で、日本人ってね、そのよくそのタダのアプリ使うじゃないですか。でもね、そのタダっていうことは誰かがお金払っとんやと、誰か その苦労でできたものなんですね。で、イエス様が言っている通り、受けるものではなくて与えるものになりましょうという勧めがその人からありました。皆さんいかがでしょうか。受けるよりも与える方が幸いであるとイエス様はおっしゃいましたので、ちょっとこの今日の話、ちょっと皆さんの胸に収めていただけたらなと思います。以上です。それでは、湧き上がれ心の井戸という曲を一度賛美して交換の時にします。約束感謝し主を
を褒める。イエス主は我が岩、揺るぎない土台、イエス救いの岩、あなたの御言葉に我が望み力あり、力強い主の御言葉、
ます愛します心注ぎただあなただけ慕い求めます溢れる溢れるあなたを慕う思いします。天の父なる神様、感謝します。今朝も私たちあなたを礼拝します。大切な、あなたの御子をこの地上に送ってくださいませ。感謝します。イエス様、あなたが、本当に神であるのに私たちのために、この地上で血を流しくださいましたから感謝します。この本当に、なだめの生贄、完全ななだめの生贄を私たちは父なる神様に捧げます。今日また本当にそのことを確認して、感謝申し上げます。イエスキリストの父よ、私たちのすべての咎を洗い清めると、本当に、私たちはこのことを受け止め感謝します。金や銀ではなく、傷や欠けのないような子羊のようなキリストの尊い血によったのですと、本当に、私たち、このことを教えてくださった神様に関し、また、従順にこの十字架の技を終えられたイエス様に本当に感謝いたします。私たちはこのことを通して神様の子供です。本当にこの地上でも素晴らしい人生を歩むこの特権を与えられていますからありがとうございます。聖霊様、ご一緒にこの地上を歩んでまいりましょう。そして、人々にこのかぐわしい香りを放ち、イエスキリストを告げ知らせるものとさせてくださいますようにお願いします。今日のこの礼拝に期待いたします。最初から最後まで聖霊様お導きください。語られ先生祝福してください。本当に新しい油を持って先生に臨んでくださいますようにお願いします。聞く私たちも整えてください。
最後まで御手になれます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主の栄光にあり、主の平和うちに、主の喜びが満ちあふれる。イエスの皆により罪清められ、今聖霊が心に住まわれる。主の栄光にあり、主の平和うちに、主の喜びが満ちあふれる。イエスの皆により罪清められ、今聖霊が心に住まわれ。主の栄光にあり、主の栄光にあり、主の平和うちに、主の イエスの皆により、イエスの皆により罪清められ、今聖霊が心に住まわれ。すべての終わりの日に、すべての肉なるものに我が霊を注ぎます。終わりの日に、すべての肉なるものに私の霊を注ぎます。今日も聖霊によりて、私たちの救い主、神の御子、主イエスキリストと、愛する御子、私たちの罪の許しのために、十字架におかけになるために、惜しむことなく天の御座からお使わしくださったお父様の上に、誉れ、賛美、栄光、礼拝、喜び、感謝、すべての生き物を力いっぱい豊かに、豊かにお捧げいたします。アーメン。おはようございます。お元気でしょうか。秋の、ね、深まりを感じる季節になっています。もうね、晩秋に張りかけてるんですけども、
紅葉前線もですね、南に落ちてきて降りてきて、兵庫県のちょっと北の方の高い山では紅葉が真っ盛りで見頃だというようなニュースも飛び込んできたりしています。さあ、それでは今日ですね、信仰生活の基本という中から、今日のタイトルはね、信仰生活基本ね、毎月第2週は基本を語ってますけど、繁栄の法則っていうね、そういうタイトルでお語りしたいと思いますね。で、キリスト教会でね、繁栄の法則って、受け入れてる教会もあるし、教会によってはね、繁栄の法則をね、否定する先生も結構いらっしゃるんですよ。繁栄の法則ね。でも聖書をこう読む限り、素直に読む限り、神様は私たちに繁栄を約束しておられます。アーメン。でも痛みとか人生の悲しみとか苦しみとか痛みとかそれもあるしということでね、もちろんそれもあるんですけど、皆さんどうでしょうか。教会で苦しいことの耐えましょう、悲しいことを耐えましょう、苦しいけど悲しいけど頑張りましょうというメッセージも当然必要なんですけど、皆さん教会はそういうことばっかりではないと私は思うんですが、皆さんいかがでしょうか。皆さん人生に苦しみや痛みみんなあります。今現在も持ってますよ。病気もあるだろうしね、お金のことで悩んでる人もあるだろうし、人間関係でね、苦しみもあるでしょうね。でも皆さんね、この私たちが存在している目的は、苦しむことが目的ではないってことです。悲しむことが目的ではない。悲しみがあります、苦しみがあります、辛いことがあります、泣きたいこともあります。だけどもそれが目的ではないってことです。人生の中でそういうことはあるんですよね。引きこもりもあるんですよね。だけども今何度も言います、それが目的ではありませんよということですね。私たちはその人生の痛みを緩和する、和らげる意味においてもね、聖書の御言葉は非常に有益であるとは思うんですけども、皆さん聖書の約束は私たちが地上にあって繁栄するために、アーメン、祝福されるために存在しています。この辺がね、やっぱり仏教の哲学とちょっと違うんですね。で、仏教の哲学は苦しいことはもう当然やから初めから諦めて、苦しいことを前提に生きていったら楽違うかという考え方なんですね。だから諦めていきなさいとね。人間はそもそも不幸なんやから、不幸を前提に生きていったら不幸になってもそれが普通やないかというか、考え方ですね。論理思考ですね。論理的な癒しカウンセリングになると論理的な癒しの中に入ると思うんですけれども、皆さんね、この例えば、よく有名な平家物語、今源氏物語で出てきちゃった平家物語ね、えらい違い、ね、皆さんね、平家物語でね、祇園精舎の鐘の音、諸行無常の響きありね、聖者必須のことを表すと、ね、ありますけども、皆さんね、諸行無常、皆さんこれがね、仏教の本質ですわ。すべて の人間の事象はすべて無常だと、儚いんだと、ね、常ならず儚いんだと、それがね、仏教の生き方の哲学なんですね。諸行は無常であると。ところが皆さんね、聖書を見ると全く真逆なんですよ。皆さん、私たちの人生は祝福されるためにあるんだと。アーメン。諸行無常に見えるかもわからないけれども、それは人生のある過程であって、私たちのゴールは神様の祝福と繁栄です。アーメンでしょうか。私たちはその聖書の言葉に生きていきたいと思うんですね。それで創世記の1章の26から31を見ていきましょう。お読みしましょう。神は仰せられた。さあ人を作ろう。我らの形として我らに似せて。彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを。アーメン。ここはちょっと止まりますね。神様は我らに似せて作ろうってね。別に人間の体は、このフィギュアは、ね、形は神様に似せて作られてるんですよ。皆さん、神様を形にしたら人間なんです。わかります？皆さん、私たちの姿は神の形をしてるんです。だから私たちのこのフィギュア、形はパーフェクトでしょ。皆さん、人間の体、パーフェクトですよ。これ、どこを削ってもね、
何を付け加えて、みんな全てグロテスクになります。花穴が、まあ、2つもあるから小さいからね、神様この花穴大きく1つにしたらどうですかおかしくない、ね、神様、ね、前にだけ見やんのはちょっと具合悪いです。後ろで私の悪口言う人がいるかもわかんないから、神様頭の後ろに目作っていて、おかしいでしょ、ね、もううるさいから耳2つもいらんわ、神様なんか耳このね適当に1つにしといて、削ってもおかしいし、ね、使い加えてみたらおかしいですよ。皆さん、要するに私たちの体はパーフェクトです。削ってもグロテスク、まし足し加えてもグロテスク。私たちの体は神の形をしています。パーフェクトです。そしてこのパーフェクトな人間の命を育むにパーフェクトな地球が作られました。宇宙からのすべての有害な物質が成層圏でカットされて、それ太陽と地球の距離が本当にみんなが暮らすことのできるですね、適当な距離で温度が保たれて、そして空気がありですね、そして海の水がですね、全体の地球全体の7割か8割占めていて、その海の水が雨となって地上に落ちてきて私たちの飲料水となりですね、すべてのものがパーフェクトにこの世界は作られて、皆さんいますね。そして最後にパーフェクトな私たちは神の形に似せて作られたし、私たちの形だけじゃなくて私たちのマインド、心も神様の思いが共有できる。アメン。神様の考え方を共有できる、神様の感じ、私たちは共有できるように神の形にみんな作られました。要するに神様はこの地上において神様と私たちの間にお互いに共有できる、感動できる、そのような存在として私たちはこの地上で作られています。アメン。隣に前後の人に言ってあげましょう。あなたの形はパーフェクトだね。パーフェクト、パーフェクトです、パーフェクトです。神は人をご自身の形として創造され、神のそれから次に、ね、支配すると書いています。だから私たちは人間万物の、ね、霊長ですけども、まさに支配するために地上に置かれていますね。神は人をご自身の形として創造された、神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。ハレルヤですね。こうしてね、男性と女性に主がそうされたことを主に感謝しましょうね、はい、男ばっかりやったらちょっとねおかしいだと思うしね、女ばっかりやったらそういうのはおかしい、やっぱり神様両方ね素晴らしい。しかも皆さんね、人間がね計りもしないのに男女適当に比率生まれてくるでしょ。そしてねぼっと言うと、ね、男性がちょっと多いんですわ、具体的に言うと。でも男性の方が早くちょっと死にやすいから、だから結果的に同数になるように神様はねしてる。そしてね、戦争が起こるでしょ。戦争が起こるとすごく男性が不思議にできやすいっていう、そういうデータもあるんですね。だから神様はね、私たちが計らずもね、そのようなね人間の考えではできないようなバランスをね主は取っておられるんですよ。主でよくありますように。素晴らしい方ですよ。神は仰せられた、見よ、私は全地の上にあって種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えると、それがあなた方の食物となるですね。ここですね、食物のことも書いてますね。30節、また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息あるもののために食物としてすべて緑の草を与える、そのようになった。ですから神様が作った最初の当初っていうのは、この地に生えるものから食を得るようにということですよね。今あのヴィーガンっていうのがドイツからで食が始まったりしていろいろとあるんですけども、ヴィーガンはもう完全に魚も食べない、肉も食べない、一切肉をですねカットする、そういう食物の食べ物の運動が今世界的に広がったりしてですねあるんですけども、まさにこれを見ると、まさにこの神様の創造の目的は草、地から生えるものだけが私たちの食料として与えられているということは、なんとなくここからですね
読み取れないこともないんですけども、まあ、その話はちょっと別として、はい、31節、神はお作りになったすべてのものを見られた、見よそれは非常によかった、夕があり朝があった、アーメンね。で最初のと思うと、私祝福されるためにね、祝福したと皆さんありました、ね、27節に神は彼らを、28節ですか、はい、ごめんなさい、彼らを祝福された、ハレルヤ、皆さん神様はこの創造された世界を祝福されました、彼らを祝福されました、アーメン。だから私たちの作られている存在目的は祝福されるために創造されています、アーメン。言いましょう、あなたは祝福されるために創造されています、アーメン。存在しています。でも実際には問題あるやん、病気あるやん、お金あれへんし、ね、ごちゃごちゃごちゃ人間関係するやん、悲しさもあるし不条理あるしって、まあ、あるんですけど、それはまたちょっとね後のこととして現実にあることはあるんですけども、もう一度言います、その不条理を味わうことが目的ではありません。私たちの存在目的は祝福されることが存在目的です、アーメン。私はこの原則を決して見失うことがないようにしていきたいと思うんですけども、それでね、最後のところで31節ですか、お作りになったすべてのものを見られた、見よそれは非常に良かった、つまり神様が作られたものはすべてはパーフェクトで完全だったと、アーメン。皆さん、神様自らが非常に良かったと宣言しておられるんですよ。もう完璧にこの世界は作られたですね。だから私たちの人間の体も完璧に作られたと言った通りなんですけれども、皆さん、神様はね、神様だから自我自賛されたんです。皆さん、神様やから自我に自賛してもええやんな、アメン。神様が完全なことが自我自賛したら当然のことですよ。私が自我自賛したらおかしいよ。菅原渡るは素晴らしい、菅原渡るには何の欠陥もない、皆さんね、そんなアホみたいなこと言うわけもないし、言えるわけでもないですよ。皆さんね、神様にしか自我自賛できないですよ。だから神様はご自分で作られたものを見られて、自ら非常に良かったとね、ご自分の創造の世界を自ら宣言されておられるんですね。だから非常に良かったですね。そしてエデンの園にアダムとエバが置かれたことは皆様がご存知の通りですね。そしてこのアダムとエバがですね、神様が食べてならないと言われた善悪を知る知識の木の実に手を伸ばして蛇に欺かれ、サタンなんですけども、欺かれて神様の掟を破るんですね。でエデンの園でたった一つだけ禁止食を買ったんですね。禁止って今漢字や余分な話になりますけど、禁ずるって皆さん言葉はね、これ中国でできたんですけど、中国にねキリスト教が広がった時期にできた漢字なんですけど、木に二つに示すと書いてるでしょ、漢字木二つが下に示すと書いてるやん。木は善悪を知る知識の木の実と命の木の実、これを示して食べたらあかんで、禁止って言葉に漢字になってるんですけど、まあそれは余談ですけども、まあとにかく善悪を知る知識の木の実を食べたら死ぬよって言われてね、でも騙されて死なないよ、あなたは神の子になれるからねってね、悪も騙すんですよ。神の子になれる必要ないやん、もう神にせって作られてんのに、そうでしょ、神にせってアダムでも作られてんのに神になれよって言われて騙されて善悪を知る知識の木を食べたんですけど、これは善悪を知る知識の実を食べたということは、もう善悪を神様に聞かないって、全て自分で判断する、自分の人生の良し悪しも、何を食べるか何を着るか、どのように暮らすか、どんなにして生きるか、もう神様に聞かないよ、善悪は自分で判断するよ、皆さんそういう意味ですよね。だからもう神にせって作られている、しかももう善悪は自分で判断する、神に聞く必要がない、だから人間は自ら神ではないんだけども神のようになってしまったわけですね。そんなわけで善悪を知る知識の木の実っていうのは神様はいらない、全部自分で判断します、そういう意味なんですね。それ以来人間は神様から距離を置くようになって、そしてその結果自分で判断して幸せになったかというとそうじゃないですね。さまざまな問題が不条理がこの世界に覆ってるわけです。そしてその最たるものは戦争であったり民族虐殺であったり、ホロコーストであったり、小さなこと言えば、ここのですね、争いや喧嘩やですね、許せない感情とかね、そういうものがいっぱい溢れているんですね。それは
人間が自ら判断して生きてきた結果そうなってしまってるんですよ。だから私たちは神様から離れて幸せになれたんじゃなくて、むしろ自分の判断の結果不幸せな、そして人生は無常観であるという仏教のような思想の中に陥ってしまうのはある意味無理からぬ結果であったと、まあそう思うわけですけれども、さあその時にね、この創世記の3の16から19を見ると、神様はね、面白いというかよく見ると、あの蛇は呪ってるんですよ。お前は呪われる、そしてね、腹ばいで歩き地の塵を食べて生きるっていうね、こういう予言を与えられたでしょ。皆さん、蛇は、ね、呪われてる感じもこのちょっと前に今日は出てきませんけどもね、聖書見たら書いてますよ。皆さん、蛇は地理を、お前はこれから地理を食べて生きると書いてますよ。どういう意味ですか。人間は地理から作られたじゃないですか。蛇は人間を支配して生きるよとこう言ってるんですよ。お前は罪人を、人間の地理を、人間を食べてどんどん増殖するよ、そういうこと言ってるんですよ。まあ今日そこは話じゃないんでね。でその後にね、皆さん、神様はね、アダムとエヴァが不従順の罪を犯したのに、神の言いつけを守らなかったのに、アダムとエヴァは呪ったと書いてないですわ。ここにね、神様に深い愛を感じるんですね。蛇は呪ったよ、騙したからね。でもアダムと、騙されたアダムとエヴァは主は呪われなかった。でもお前たちの不従順の上に土地が呪われたよと書いてるんですよ。土地が呪われたって書いてるんですね。この辺の微妙な、ね、違いを私たちはしっかりとね、こう理解していきたいと思うんですけど、お読みしましょう。女にはこうせられた。私はあなたのうめきと苦しみを大いに見ます。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配するようになる。皆さん、ここで初めてね、完全に作られた世界なのに、人類に苦しみって言葉が初めてこう出てくるんですよ。いつから苦しみ始まったの。神様から離れた瞬間、神様から目を離した瞬間、神様よりも自分の判断で生きようとした瞬間から、あなた方にはやがて苦しみが来るよっていう、すごいね、人類の根本的な、長年支配する予言がここで、言われてるわけですね、うん、で出産っていうのは喜ばしいことですよ。だけどもね、産道を通って子供生まれてくるんですけども、その産道を通る間、お母さんは陣痛のね、苦しみをすることにずっとなってるわけですけども、苦しみって言葉が罪を犯したその後から苦悩が出てきた、肉体の苦しみが出てきた。はい、次。また人に仰せられた。あなたが妻の声に従え、食べたならないと私が命じたから食べたので、土地はあなたに呪われてしまった。皆さん、土地が呪われてるんですわ。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。ここで、ね、苦しみってもうすでに3回出てきますよ。皆さん、罪を犯した瞬間から人生に苦しみがつきまとってくるようになった。アダム以来、今に至るまで。そうですね。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。それまでは果樹ばっかりです。果樹でいっぱいと書いてますわ。ところが今度から野の草を食べるんだよ。私もほうれん草好きだからいいんですけども、はい、まあいいです。はい、19節。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなきゃならない。私この言葉が最初に出た時にね、いや神様ってすごいなと思ったの。なぜかというとね、私は塵に帰ることはみんな知ってるでしょ。苦しみなくてもね、焼かれても灰で雨から降りてきてね、土葬されても100年もすればね、バクテリアが、ね、この骨や、ね、内臓分解して土に帰るじゃないですか、ね、だから私たち人間は死んだら土に帰るってみんな知ってますよ、苦しみなくても。でもなんで土に帰るかって原因わからないんですよ皆さん。でも私たちは聖書を読むことによって答えが出ましたね。私たちは塵から作られたから塵に帰るんだ。アーメン。皆さん、聖書はなんてすごいんでしょうか。お前たちは塵から作られたから、土から作られたから土にやがて帰るんだよって、聖書は原因と結果についてね、明確にね、私たちに掲示して、まあ、いるんですね。この言葉に出会った時に私はストンと心の中落ちましたね。あ、そういうことか、だから人間は塵に帰るんやなってですね、もう50年ほど前にこのことを悟ったんですけども。さあ皆さんね、このね、
苦しみが罪の結果に入ってきたんですけれども、やがて神様はね、いつまでも私たちを苦しむことがないんです。やがて神様はこの人類の救済の計画を始めました。その救済の計画のためにイエス様がこの地上に来られて、私たちは罪の結果、苦しみや悲しみや悩みや貧困や差別が支配しているこの世界に神の御子イエス様が来られて、そしてイエス様が私たちに受けている全ての苦痛や苦悩やたたりを十字架の上で全部イエス様が受けられました。アーメン。そして私たちの人生の中から苦悩や苦痛や、あるいはさまざまな不条理のことをですね、から私たちが解放されるためにイエス様があなたに代わって苦悩を受けられたんだと。これが十字架なんですね。ですから十字架は私たちアダムとエバによって失われた全てのものを皆さん回復させた起点はキリストの十字架です。キリストの十字架によって全ての罪と呪いとたたりと不条理は全部イエス様によって回復させられています。アーメン。第二コリントの8章の9節、私たちはこれからですね、このイエス様による回復についてちょっとだけ見ておきたいと思います。3、はい、あなた方は主をイエス・キリストの恵みを知っている。すなわち主は飛んでおられたのに、アーメン。イエス様は飛んでおられた方です。世界の創造主です。全ての創造主です。アーメン。アーメン。どれを出たからかそんな言われへんわ。もう世界は主のもんだから、神様は全部作ったんだもん。アーメン。私のものも見たのもないですよ。全部主から出たことだからね。私の人生、私が頑張って儲けた富やけど、喧嘩を誰が与えたん、この地上に誰があなたが生まれるようにしたのって皆さん言われたらもう何も言われんす。皆さん、すべては主のものです。言いましたが、私の持ち物は人生も、もともとは神様のものです。降参します。もうその時何もないですよ。皆さん、自分のものやっててずっと家に来たらどうですか。死なんと自分の人生やったら家に来たらいいよ。生きられん。みんな主からものですよ。アーメン。主は飛んでおられたよ。だけども貧しくなられた皆さん、これはイエス・キリストの十字架を意味してるんですよね。イエス様は十字架の上で皆さん強盗の一人、犯罪人一人として皆さん死刑囚として死なれたんですよ。誰が見ても貧しくて、そして哀れでね、そして情けない男に見えたに違いない、その姿を指して貧しくなられたと書いてるんですけれども、イエス様が、神の御子が十字架の上で貧しい姿を取られたのは、私たちがイエス様の貧しさによって富むものとなるためです。ハレルヤ。だからイエス様の十字架がまさに逆転満塁さよならホームランです。ハレルヤ。主の栄光がありますように。すべての回復のもといはイエス様の十字架です。言いましょう。イエス様の十字架、イエス様の十字架、イエス様の十字架、これが回復の起点です。アメン。ガラティアの3章の13も見ていきたいと思います。3、はい、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを立法の呪いからあがめ出してくださいました。ないじゃない。木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてある。そうですね。皆さん、イエス様は呪われたものとなったんですね。十字架、皆さん、呪いの象徴です。本当は私たち罪人が呪われるべき存在ですよ。だけども神様は私たちを愛して、私たちは罪の結果呪われることがないように、祟られることがないように、イエス様があなたに代わって、私に代わって十字架の上で呪いを受けられました。祟りを受けられました。だから私たちはもう呪いも祟りもみんなスルーです。吸い越してきます。パスオーバーしてきます。ハレルヤ。皆さんね、いろんな霊能者がいるじゃないですかね、テレビでもね、最近出てきませんけどもね、占い師の細木和子さんか、太ってる割には名前は細木、まあまあそれは余分なことですけども、まあそれは関係ない、まあ、あるいはエバラなんとかいますよね。あるいはもう40年ぐらい前に女のお嬢さん出てきて、こうして聞こえるとか言ってテレビで一時ね、有名になったお嬢さんもいますけども、皆さんね、皆さんそのような皆さんね、
世の中の人々から霊能者と言われている人から皆さんね、信仰を持っててもね、信仰が本当に強くなかったらあなたの人生にはたたりがありますって、ね、言われたらね、多くはねへえと思ってね、皆さんクリスチャンでもね、そういうそのたたりとか呪いみたいな、これはね知性の世界の話じゃないですわ、霊的な世界の話ですわ。皆さん病気といえばこれは科学的な言葉だよね、病理ね、お医者さんの病気、皆さんだけども病魔が襲ったって言うとどうなります？病魔が襲ったって言葉は皆さんちょっと科学的な言葉じゃないんで ね、あなたを病魔が襲って言われたらその魔を取らないといけないわ。病気やったら医者に行って治せばいいけど、病魔って言われたらどうやったらいいのって、皆さんね、病魔って言葉も霊的な力を持ってるんですね。で私たちは皆さんね、知性の力と霊の力が喧嘩したら皆さん霊の力勝つんです、絶対勝ちます。で日本はね、今大和朝廷ね、今の天皇家の元いですけども、皆さん大和朝廷もともと何によったの？天皇家の元、天皇家のもともとはシャーマンじゃないですか、拝み屋です。アマテラをその向けでカー榊を切ってガーッと、まあ、分かりませんけど、皆さんとにかく拝み屋なんです、はっきり言ってね、シャーマニズム。そのシャーマンの人が霊的な力を持って大和朝廷の皆さん元を築いて中央集権国家を作って、それが今ずっと天皇家として、ね、第三種の家系でもあると思うんです、ですけど信徒によるね、第三種の家系、それが今天皇として、ね、2000年の歴史の中に今存在しているんですけども、皆さんこの大和朝廷を見ても分かるように霊力の強いものが国を作ったんですよ。そして支配していったんですね。もう一つの例を言いましょうか。オウムの麻原彰晃ですね。彼は特別な大学も出てないし、普通のヨガに行ってですね、そしてインドに行っていろんな宗教を掛け合わせて聖書もちょっと一部取り合わせて、彼は自分のオウム真理教というものをやってですね、皆さん彼よりもはるかに頭のいい慶応大学の医学部、じゃあ東大の医学部、皆さんめちゃくちゃ頭いいですわ。皆さんね、その連中はどうですか？麻原の言う通りに従って最後はサリンを任せられて、そして従って死刑囚になっていったじゃないですか。皆さん麻原は霊力を持ってるんですよ。霊的な力で知性のある立派なお医者さんを支配して彼らの人生を狂わしてしまったんです。だから皆さんね、霊的な力っていうものは知性よりも強いんです。そして体を動かす労力よりも、言います、労力よりも知性が強い。だから親は大学に行ってそれ勉強して知性を磨いて、そして働く、汗かく働くじゃなくって、ね、もうホワイトカラーになって、そして労力の上に立ちなさい、そのために勉強しなさい、大学に、そういうことでしょ。でも皆さんね、知性よりも強いものは霊的なパワーなんですよ。この言葉を私たちはかけられると、それをね、知性によって振りほどくことはできないです。皆さん、私たちがこの霊的な束縛あるいは呪縛ですねによって自分が縛られていた、それを皆さん解放する力は聖書の言葉だけです。神様、皆さん、言葉だけが私たちを全ての呪縛から解放していきます。全ての呪いやあるいはたたりの言葉もイエス様によって全部解放されていきます。ハレルヤ。だからクリスチャンでもね、まだまだ信仰が弱いと、そういうよからぬ霊的な力を持っていると言われている人から皆さん言われたとき、皆さんどうぞ聖書の言葉に立つように祝福をお祈りいたします。あなたを解放する力は聖書の言葉だけです。聖書の言葉は神の言葉ですから、神の言葉に打ち勝つ言葉はないんです。どんな悪霊の力もサタンの言葉も神の言葉に打ち勝つことはできません。アメン。私たちはその神様の言葉によって励まされ生かされ希望と信仰をいただいていることを感謝しようではありませんか。主に行われますように。そのにしてイエス様は全ての呪いたたりから私たちを解放してくださいました。そしてね、私たちがこの解放の原則からさらにね、この繁栄の法則なんですけれども、私たちがさらに物質的において精神的において霊的においてですね、豊かに祝福される秘訣を私たちは個人として得るためには、神様に私たちは感謝の気持ちを具体的に捧げることによって、その繁栄の法則が個人のものとしてそれは人生の中で実現していくんだよという、まあ、そのですねことについて少し見ていきたいなと思います。第二コリントの8章7節に、私たちは神様に捧げることによって
私たちはその繁栄の法則をですね、しっかりと個人的に体験するその道筋をですね、ちょっと探ってみたいと思います。あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる、この恵みの技にも、皆さんこの恵みの技っていうのは、より貧しい人々のために寄付して義援金を捧げた、ね、そのように、ですね、神様に対する捧げ物、また人に対するですね、その優しさ、寄付っていうんでしょうか、善意の行いですね、そういうことを通して私たちはこれは恵みの技なんだと、私たちは神様に喜んで捧げていくんですけども、それは強制的でもないし、私たちの信仰による自主的なですね、判断によって、私たちはそれぞれが神様に献金を捧げているんですけども、それは神様の恵みに対する私たちの信仰の応答ですね。だから教会では、10分の1の支援もこれからもあるんですけども、それは決して強制ではないですもんね。皆様が自分の判断の中でそのチャレンジを受けてですね、菅原牧師を通して10分の1の捧げ物の恵みを聞いたと、私もこれにチャレンジしようと思うのは皆さん個人の判断でございますので、私がなぜしないんですかっていうようなことはあり得る話ではありません。それは皆さんが個人で判断してチャレンジと受け止めてですね、されならばそれは素晴らしい祝福だと私はですね、申し上げておきたいなと思うんですね。それでね、この神様に対する捧げ物の中で、やはり私たちが与えられたものの中から10分の1を持ってね、主にこの感謝の気持ちを応答するということは、モーセの律法によっても書かれてるんですけども、モーセの律法が書かれるはるか以前、500年も前にアブラハムとヤコブを通して神様の前に、聖書も何もない時代です、旧約聖書もない時代です、だけども神様に祝福されたその応答として、私は自分で自主的に10分の1を主に捧げますよという、その聖句がありますね。創世記の14章の18から20ですね。さてシャレムのメルキゼデク、これシャレムはね、エルサレムのことです、今のね。メルキゼデク、ヘブル書を見るとメルキゼデクは来たるべきキリストの方であるとも解釈されていますね。パンとブドウ酒を持ってきた、ね、まあ、生産式だよね。彼は糸高き神の祭司であった。彼はアブラハムを、まあ、この時まだアブラムなんですけど、祝福していった。祝福を受けよう、アブラム。天と地を作られた方、糸高き神より、アメン。天と地を作られた方から祝福ありますように、アメン。人間の作った神々じゃないよ。人間の作った神々じゃなくて、天地を作られた方です。糸高き神より。20節。あなたの手に、あなたの敵を渡された糸高き神に誉れあれ。アブラムはすべてのものの10分の1を彼に与えた、ね、自分たちの部族を襲われた、その部族をですね、奪った、略奪したものを追いかけていって、アブラムは彼らに勝利して、さらに豊かな戦利品を持って持ち帰った。その戦利品の中からシャレムのメルキゼデクにですね、神様の前に10分の1を下げた。皆さん、これは聖書も何もない時代です。だけども心ある信仰者は神の前に十分の一を捧げることをなぜ知ったんでしょうかね。分かりません。そう、根拠分からない。だけども結果分かっています。十分の一を捧げたと書いてるんですね。だから十分の一の捧げ物は律法だという人が時々先生の中にいらっしゃったりするんですけども、皆さん、十分の一は律法じゃなくて心ある信仰者によってすでになされていた事柄です。もともと考えてみたら全て主のもんですもんね。皆さん、そうですよね。アーメン、ね、次ね、そのアブラムのね、息子の息子、孫やね、ヤコブ。ヤコブね、長いからね、23章の最後の22節だけですわ。ずっと長いんでね、最後の、一番最後のとこね。で、ヤコブはね、お父ちゃんのイサクと、ね、リベカが出てきてね、お兄ちゃんのエソー、双子ですけど、仲悪かったですね。で、お兄ちゃん、このまま行ったら、お兄ちゃんのエソーにヤコブが殺されると、ね、兄弟喧嘩で殺されると思った親は、ね、お母さんのリベカの実家の上にね、弟のヤコブを兄と引き離すんですよ。
そしてお母さんの実家に帰る途中ですね、彼は心細い時にですね、ベテルというところでですね、この石を枕にして寝ていたら、天からはしごが降りてきてね、天の御使いが昇り降りして、そして天の御使いがあなたを祝福するよっていうね、予言の約束を彼はもらうわけですね。その天使の言葉を信じた彼は、その時に神様に誓った言葉が23節ですわ。はい、石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜る十分の一を必ず捧げます。ハレルヤ。この石でヤコブもですね、モーゼが出てくる、さらに500年前ほどの男です。だけども十分の一を主に捧げますということですね、神の前に誓って、まあ、いるわけですね。でこのあとやがてモーゼが出てきて、その信仰、心ある信仰者がすでに行っていた十分の一の捧げ物をやがて言葉でもって明文化して、それが律法として記録されたのであって、それは追認です。律法以前に十分の一の恵みと祝福を信仰者は体験していたと、まあ、いうことですよね。で考えてみたらね、ちょっと話締めくくりますけども、皆さんイエス様がね、ルカデにあります22章あたりかな、貧しいヤモメが朝早くね、宮に行ってレブタ動画、皆さん2つ投げたの知ってるでしょ、あの話ね。皆さんイエス様はある時どう言いましたか。多くのね金持ちよりも、あの女は生活費のすべてを下げた、だから一番多く下げたって言ったじゃないですか。皆さんイエス様はね、あのヤモメがレブタ動画2つ、今の価値で200円ぐらいだと思いますけど、それ有金全部下げたんですよ。皆さんイエス様はそのこと知ってたんだよね。あれが全部捧げたと言ってるわけだから、皆さん聖書の言葉をヒューマニズムで解釈したらこれ大変だよ。ヒューマニズムでやりましょうか。イエス様知ってるんやろ、あの女の人あれがね全部捧げて、なんで神様止めへんの、あの人生活困るやん、あの人イエス様全部あれがね全部捧げてるの知ってるのに、なんでイエス様止めなかったのって、皆さんヒューマニズムの考えそうなるよね。でも皆さんイエス様知ってたけど、知ってたけど、彼女が全部の持ち金を下げたことをイエス様は彼女を褒めたんですよ。だから聖書の言葉はヒューマニズムや、生活が苦しいからしません、そして就活生活が良くなったらしましょうね、しましょうねという、皆さんそのような霊的な指導は神様に喜ばれないですわ。皆さん十分の一は豊かであろうが、今貧しくて苦しいであろうが、皆さん十分の一は十分の一なんです。皆さんこのことを祝福いたします。それは皆さんが50年の神様の間で判断することですから、強制されることではないんですけれども、どうぞ私はそのような信仰に立たれることを皆様にねお勧めしておきたいなと、そんなふうに思っているんですね。それでね、皆さんね、やがて皆様天国行くでしょ。皆さん天国行きますね。どっかの街角です、天国の街角どこ行かっておかしいけど、あの山本と会いますわ。皆さんあのルカでの22章のね、皆さん山本と会うからね、その時聞いてください。あの時のあの有金全部下げたあの女の人ですか、へえ、あれからあとどうなりました、皆さん後日談ぜひ聞いてください。きっとすっごい後日と証があったと私はそう思うんですが、皆さんアーメンでしょうか。皆さんイエス様だからその全てを下げたんですけども、それを全部報いて、あまりあることの報いをできるお方がイエス様ですよ。人間的に言ったら生活が苦しいからそんなんでけんやな、それが一つの理屈ですよ。分かりますよ、私も人間だからね。だけど皆さんそれを超えてなされ、それが皆さんまさに信仰の世界ですよね。そしてその信仰主は喜んでくださって、天においてもまた地においてもそれに対する報いが豊かであることを私は確信しています。祝福ありますように。天のお父様、ありがとうございます。今日もこうしてあなたの前に私たちはそもそも祝福されている存在であり、繁栄することは主の御心であることを覚えてありがとうございます。ご自分のしもべの繁栄を喜ばれる主は大いなるから、ご自分のしもべの繁栄を喜ばれる主は大いなるから、主は私たちが精神的に霊的に物質的に全ての面において豊かであることをあなたは喜んでおられることを覚えてありがとうございます。私たちは罪の結果多くのものを失いました。
でもイエス様の十字架を通してその失った多くのものを信仰によって今取り戻すことのできる道が開かれていることを感謝いたします。私たちはその道のど真ん中を歩いていきたいと願っています。一人一人覚えて祝福してください。その信仰を祝福してください。イエスキリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アメン。聖霊の満たしのためにお祈りいたします。癒しのため祈ります。その場にお立ち上げください。天のお父様、尊い皆をあがめてありがとうございます。主を感謝をいたします。一人一人が聖霊に満ち溢れますように、イエスの名によって聖霊で満たしてください。聖霊を受けよ、聖霊を受けよ、主の油注ぎを受けよ、油注ぎを受けよ。喜んで主に仕える霊が溢れてきますように、聖霊を認め歓迎しお迎えし追い出ねし明け渡します。聖霊様、いつもご一緒にイエスキリストの栄光を求めて表してまいりましょう。聖霊様、今週もご一緒に考え計画し判断し決断し行動しイエスキリストの栄光を表してまいりましょう。もし大切なことで間違った判断決断行動しようとしていたら、教え示し、あるいはストップをかけてください。主をよろしくお願いいたします。神様、覚えてください。家族の救いが成就しますように、この同胞の救いが成就しますように、その手から神の聖霊の賜物が豊かに溢れていきますように、病人に手を置いたら病人が癒されるように、一人一人を用いてください。否定的で悲観的な思いを、不信仰の思いを追い出して、前向きで信仰の言葉告白がなされ、その告白通り実現しますように、イエスキリストの御名によって祝福してこの祈りをお捧げいたします。アーメン。続いて癒しを祈ります。悪いところに、ね、手を置きましょうね。天の父様、このところ神の御霊が今日追っておられることを覚えて感謝します。二人または三人が私の名によって集まるそのところに私はいるのです。ハレルヤ。あなたの御霊がこのところを追っておられます。イエスの御名によって癒しを宣言します。触れてください、癒してください。イエスキリストの打たれた傷によって癒されたり、私は主であってあなたを癒すものである。信仰による祈りは人を回復させる。病人に手を置けば病人に癒されていく。私たちは癒しを宣言する権威と力が与えられていることをありがとうございます。イエスキリストの御名によって全ての病、疾患、治療中の箇所癒されたり、骨骨、関節、筋肉、骨髄、血液、血管、皮膚、細胞、遺伝子、神経、ホルモンのバランス、すべての臓器に血を触れてください。循環器、消化器、骨格器、神経系統、血を触れてください。目、耳、鼻、喉、口にも血を触れてください。この教会に視覚障害の方もいます。聴覚障害の方もいます。血を、聖書を見ればあなたは多くの病のこの聴覚障害、視覚障害の人を癒しておられます。イエスキリストの御名によってその方々も含めて癒しを宣言します。イエスキリストの御名によって癒されたり、入院中の方々、治療中の方々、検査の結果待ちの方々を含めて主の癒しを宣言いたします。主を触れ続けてください。癒し続けてくださることをお願いいたします。家計の呪い、罪の呪い、出生の呪い、忌まわしい記憶の呪いを全部断ち切ります。貧困の霊を、思いを断ち切ります。日本の君、偽りの君、この世の君をイエスの皆の権威によってその働きを運し、日本に住む全ての人々の霊的な介護を宣言いたします。日本に神の時が来ていることを宣言いたします。まだイエス様を知らない多くの方々が主のもとに立ち返ってくることを宣言いたします。皇室の方々を祝福します。リスペクトします。どうぞこの皇室の方々がイエスキリストの名によって国家国民の平和と繁栄を祈ることができますように。また皇居の中にやがて礼拝堂が建てられ、皇居の中に賛美歌がいつも流れる、そんな皇室となっていきますように。人にはできないことは神にはできる、神には何でもできるからである。主よ、この現状を打ち破るのは信仰の宣言です。この現状を破る力は信仰にある宣言です。主よ、どうぞこの日を作り変えてください。歴史上ありえないことが、起こりえなかったことがこの時代に起こることを宣言いたします。主よ、私たちを使わせてください。感謝します。勝利を宣言します。イエスキリストの御名によって祝福してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。主に栄光あります。
アーメン。信仰の世界はね、まさに信仰の告白の世界なんですね。信仰の告白です。これが皆様のね、覆っている現実の力を打ち破る唯一の力です。アーメン。どうぞ信仰の告白をいつもするように祝福をお祈りいたします。天の父様が喜んで捧げ物を捧げます。あなたの畑に信仰の種をまこうとしています。豊かに報いてくださって、天における報い、地上における報いを感謝します。神様、どうぞあなたの約束が成就しますように、天に宝を積むチャンスをありがとうございます。経営しているお仕事、ビジネス、クリニック、ご商売のように特別な祝福があって、資金繰りが守られてきますように、勤めている職場を祝福し、人間関係を祝福し、その組織のトップの方々を祝福し、ストレスから守ってくださるようにとお願いいたします。就職活動の道が開かれ、個々の家計があふれるばかり満たされていきますように、安倍首相はじめ日本の政府閣僚、高級官僚、政治家たちが国家国民のために良い内政と外交の政策が展開できますように、特に外交面において難しい、神様、隣国の問題もあるでしょうけども、どうぞ願わくば、神様、北朝鮮のその体制も本当に変えられて、神様、すべての面において穏やかな国となることを願うばかりです。拉致問題のことも同時に含めて、あなたによる劇的な解決があることを願い続けています。覚えてください。エルサレムと聖地には平和と繁栄と霊的な回復がありますように、迫害されている教会とクリスチャンたちを守ってくださって、また香港におけるさまざまな騒動がありますけれども、香港の自由が守られていきますように、異教徒の中から大勢の方々が主のもとに立ち返ってきますように、今週も一人一人覚えてくださって、事故、災害、災い、凶悪な事件から、特に交通事故の加害者、被害者に会うこともなく、公共乗り物事故も、また自損事故も含めて、家族や会社の方々も共に守り続けてください。子どもたちも悪い者の目に留まることがなく、災いや大病や事故や誘惑から守られていきますように、さあ聖霊様、あなたのこの群れ、この町々、この民族、この世界をご一緒にリバイバル修復に化してまいりましょう。イエス・キリストの御名によって天の父様にお捧げいたします。アーメン。ハレルヤ。唯一すべてと捧げ物、携えきたりて私を保つ、天の窓を開いて溢れる恵みをあなたに注ぐか、田舎を見えと主は言われます。11すべてと捧げ物を私の未来に、携えきたりて私を保つ、天の窓を開いて溢れる恵みをあなたに注ぐか、田舎を見よと主は言われます。主の祈りを捧げいたしましょう。ご起立お願いします。天にいます、我が父よ、皆をたたえなす、御国よ、この
スキリストの恵み、父なる神様のご愛、聖霊なる神様との親しき交わりが御前にあります会衆お一人お一人の上に、また世界中でさまざまな苦難の中にあられるすべての方々の上にも、今からとこしえまで豊かに豊かにありますように。